はい、こんにちは、豆と申します。恨みっこつぐのひーたん2、第3話実況プレイ続きからやっていきたいと思います。よっしゃ、会話で産地回復がありますね。ありがたいですね。で、なんか地形がね、窓の外は黒い布で覆われているようだ。あれ、しきこさんは、巨大化したしきこさんが見れないんだけど。まあいいでしょう。びっくりする。はい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 、これがね、木島さんなんですよね。はい、どこに向かうんだったっけ。あ、思い出した、放送室に行きたかったんですよ。西野さん、こっち？え？西野さん、今の声って、あ、しーきーこーちゃーん、村岡さんが呼んでる、村岡さんが呼んでる、ごめんなさい、呼んでるから探せっていうことでしたね。あの、無視していこうとしちゃいました、ごめんなさい。待って、あ、くぼみがある、くぼみがある、ここじゃないか。いた、しきこちゃん、安心感。村岡さん、西野さん、よかった、ご無事だったんですね。無事じゃないよ、安藤くんが死んじゃったんだから。あんたがしきこさんを倒せと言うから、あんな巨大な化け物倒せるわけないでしょ。巨大、どういうことですか。村岡さんの言う通りに水を抜いたら、プールの穴から巨大なしきこさんが出てきたの。安藤くんが殺されちゃった。あな、まさかそんな。落ち着いて、西野さん。この人は誰？私は村岡しきこ。昭和44年に闇の木造校舎に引きずり込まれた生徒です。しきこさん？しきこさんが巨大な力を持っていたのは誤算でした。すみません。でも皆さんが無事に帰るには、しきこさんを倒すしかないんです。どうか元気を出してください。安藤くんが殺されたのに、元気なんて出ないよ。待って、さっちゃん、三倉幸はここから帰れたと言ってました。三倉幸さん、村岡さん、他に帰る方法は知らないの？すみません、私にはわかりません。でも、さっちゃんはしきこさんに倒されずに帰れたはずなんです。ごめんなさい、本当にわかりません。しきこさんは噂話が作り出した怨霊。もしかしたら三倉幸さんは他に帰れる方法を見つけたのかもしれませんね。それを探してみてはいかがでしょうか。どこを探せばいいの？私にはわかりません。本当にすみません。お二人とも、いつまでもここにいると危ないですよ。安藤さんはバットで、
教室の引き戸を壊してしまいました。もういつ襲われてもおかしくありません。そうだね、西野さん行こう。何か手がかりを見つけたら私もお手伝いします。お伝えします。どうかご無事で。消えた。村岡四季子さん。四季子、まあ、とりあえず放送室を目指して。うわー、びっくりした。今ね、すっごいね、外でね、ヘリコプター飛んでるからね、ゲーム音がちょっとね、聞こえにくいんですよね。だから急な脅かしはもう、いつも以上に驚いちゃうので、ね、自粛じゃない。次の教育、こっちじゃなかった？本当に、道、本当に覚えきらない。うわー！もう！なんかね、安藤くんめっちゃ急に来るんですよね。他の人より。だからすっごい驚く。安藤くんはあまり来ないで。私の心臓に悪いの。ちょっと待って。なんかさ、めっちゃさ、カリカリ聞こえない？よいしょ。どっから入ってきたかわかんない。ここ今来たんだっけ？階段とかあったっけ？小林さん見て。どうした？何かいるの？よく見て。でかっ。何あれ。あれが四季子さんだよ。青い水の力であんなに大きくなったの。青い水って？四季子さんは青い水を力の根源としているんだって。安藤くんとプールの水を抜いたのに、なぜか音量の力が強くなったみたい。プールに青い水が溜められてたの？うん、水を抜いたはずなのに、なぜか逆の結果になっちゃった。おかしくない？え？青い水がなくなったのに、どうして四季子さんの力が増すの？うん、おかしいよね。それって誰が教えてくれたの？村岡さんだよ。さっきの壁の子が？小林さん、まさか。村岡さん、何かおかしい気がする。今は何もわからないけど、とにかく今は放送室に行こう。うん。ゆいちゃんかわいい。やっぱりゆいちゃんかわいい。嫁にもらわなきゃ。キジマサッちゃんさ、それさ、よく見たらさ、首が回転してるの？それとも制服逆に着ちゃったの？どっち？とりあえずまあ放送室まで一気に駆け抜けまーす。安藤くん、放送室こっちで合ってるよね？小林さん、ここを左に曲がると放送室だよ。早く逃げ込もう。
はい。内田先生が待ち構えてるとかやめろよ。着いた。放送室。ここなら安全なのかな。うん、きっとそう。あ、え、ゆいちゃん、西野さん、すごい熱だよ。小林さん、ごめん。私、ちょっと疲れたみたい。大丈夫？西野さん、いつからこの学校をさまよってたの？確か6月22日に内田先生がいなくなって、6月23日に安藤君と西野さんがいなくなった。今日は6月29日。え？まさか6日間も一人でさまよってたの？飲まず食わずして？たった一人で。西野さん、ここで待ってて。私、さっちゃんを探してくるよ。絶対に一緒に帰ろうね。ありがとう、小林さん。足でまといになっちゃってごめんね。そんなこと気にしなくていい。ノープロブレムだよ、ゆいちゃん。噛んだ、盛大に。どうした、ゆいちゃん。お、ここの放送設備、コンセントがあるよ。え、本当？スマホの充電できるかな。電球はついてるし、大丈夫じゃない？壊れないかな。このまま何もしないよりはマシだよ。やったー、コンセントに充電器をぶち込んだ。あれ、何？音が。闇サイト。え？ホーム画面が闇サイトになってる。なんで？どういうこと？これじゃ助けなんて呼べないじゃん。とりあえず満タンになるまで充電していくね。西野さんはここで休んでて。うん、ありがとう。はい。何度でもゆいちゃんをね、めでてしまうよね。かわいいもん、ゆいちゃん。これ大丈夫だよね。めっちゃ声がしてたからさ、ドキドキしちゃった。右から来たんですよね。うぴぴゃー！慣れたはずなのに。慣れたはずなのに。ちょっとでも時間を置くとダメですね。にーじーのーってくるんだよね、君が。今ごめんね、ゆいちゃんいないの。私でごめんなさい。よし。さっちゃん、うぐい、きじまさん。ここ廊下がね、長いからさ。いや、もうこれね、入ったらこのきじじいがおるかもしれんけね。いや、お前の方かよー。お前の方かよ。見つからない机に隠れなきゃ。どれが見つからない机なんだよ。ああ、落ち着く。はい、やっとセーブができた。ひこっちに行ってないんだよね、確か。でいいよね。美術室行ってないもん。いや、本当に。こちら、あ、こっち側にしきこさん。しきこさんに見つからない。いや、本当に見つかったらね、口からビームあいつ撃ってきますからね。
目から光線、口からビーム、最強、最強殺戮兵器だからね、四季子さんは。何か聞こえる？ちょっとブス、最高な猫の声だね。こんなところに？わーおーみたいな。すっごい泣いてる。この先の教室から聞こえる。声の主よ。あ、いた！黒猫ちゃん。なんてこと！かわいい猫ちゃんと思って近づいたら。何？今の。チンメン猫でしたね、完全なる。あの顔、四季子さんに似てた。どういうことなんだろう。あれ？これって彫刻の頭？さっきの猫がじゃれてたのね。いざって時の武器になるかな。強いね。それでこうガンガンガンって国尾くんみたいな感じでマッハなんとかみたいな。もうあんまり覚えてないっていうね、技を。はい。よいしょ。彫刻の頭。いざって時の武器。なるほど。よし。ちょっとセーブをしよう。はぁ。回復したわ。次は、うへい。美術室ここか。美術室ここか。その先なんて書いてあった？階段？また階段？どこに繋がってんの？ここは。なんだろう、不気味なんか。安藤くん、おじさん、おげんこ。うわーい。ここから中庭に出られるみたい。あの巨大な四季子さんに会わないように注意していこう。ちょっと待って、ちょっと待ってね。はい、ちょっとセーブする。はい、行きますか。どっちだっけ、こっちか。でも巨大な四季子さんに会わないように。キッチンマザー。音がでかい、音がでかいよ。永遠と続いて、オンパレード、オンパレードすぎて。で最後にはね、彫刻でね、いたぶるからね。さっきとは別の校舎。入る。初めて来る場所かな。とりあえずセーブして、ほい。ビリビリかい、見つけないで。もう産地が、やばい、産地がやばい。見つからない、机に隠れなきゃ。ここ、これしか机ない。もう一回。はい。ということで、今回はここで一旦終わっときたいと思います。恋20分でした。はい。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。